ここはまさか、もしかしてエリナが大論闘に参戦ということで、なんと今回ね、このゲームの主人公のエリナが某大乱闘ゲームに参戦することが決まりました。いや、しっかりね、終点用ステージも作られて、ファンとしてはすごく嬉しい限りです。いや、実装が楽しみですね。というのは嘘で、まあ今お見せしているのは、このゲームにある正規マップの範囲外に用意されている地形となっています。この、まあ、これね、チビエリナがね、すごい3人もいるんですけど、こちらは改造とかカスタムマップを使用しているのではなく、デフォルトで皆さんね、お持ちのラビリビのデータの中にも用意されています。なんでこんな茶番をしたのかというとね、このゲームには今お見せしているような、まあ、終点のような何かの地形だけではなく、至る所に、特に意味のないようなテスト用の地形がマップ外に存在します。今回の RT ではそんな地形を活用する場面も出てくるので、まあ、せっかくなんで紹介しようかなと思いました。まあ、下に降りると普通の通常の地形になっています。というわけで、まあ、タイトルに戻りたいと思います。改めまして皆さんこんばんは。今回 RT in Japan でラビリビを、走るラビリビを走るイアビと申します。普段はゼルダシリーズなどの RTA などを走っていて、去年の冬の RT in Japan ではキングダムハーツ2として、走者として参加しましたが、今回はラビリビという、見た目は可愛らしいゲームを走っていきたいと思います。今回やるカテゴリーは、一人で走りながら解説するのはちょっと自分の技量ではどうしても追いつかないので、解説の方をお呼びしています。ランタイムさん、よろしくお願いいたします。ランタイム440と申します。よろしくお願いいたします。はい。ラビリビというゲームについてまず説明させていただきますと、このゲームは2016年に発売されたメトロイドバニアジャンルの 2D 横スクロールアクションゲームです。登場するキャラクターはどれも個性豊かで、キャラのドット絵や、音楽も非常に完成度が高く、かなり、評価の高い作品なんではないかと思います。このゲームは昨年夏の RT in Japan でも一度披露されたのですが、今回は公式最高難易度であるバニーエクスティンクション、日本語でウサギ絶滅モードという難易度で、DLC を除いた本編を完全攻略するというカテゴリーになっています。このゲーム遊んだことがある人は、ご存知かと思いますが、このゲームは可愛らしい見た目とは裏腹に、非常に激しい弾幕ゲーとなっているのが大きな特徴です。それが最高難易度ともなると、とても弾幕は激しくなりますし、受けるダメージも増えて、逆に敵のレベルは格段に上がるので戦闘にかかる時間も長くなります。今回はそんな難易度でやっていくわけですが、予定時間は長めに見積もって1時間45分としていますが、スムーズにいけば1時間半以内には完走できると思うので、まあ、なんなら自己ベスト更新を狙う勢いで頑張りたいと思います。あとお一つだけね、ちょっと皆様に注意をしておきたいのですが、まあ、このゲーム非常に健全なゲームとなっておりますので、まあ、この健全なゲームであるということは、このゲーム本編中にもねテキストで触れられていますので、皆様ちょっと深夜帯とはなっていますが、皆さんちょっと節度を持って、まあ、あんまりちょっと暴走しないようにちょっとコメントをするようにお願いします。おばあちゃんに聞かせても大丈夫な内容でちゃんとコメントをお願いします。はい、よろしくお願いします。で、本作はスピードランモードというのがありまして、すべてのイベントを自動的にカットしてくれて、一番最初のオープニングも飛ばせるので、RTA ではこのモードを選んで、走っていきます。で、このニューゲームを選んで、バニーエクスティンクションですね。で、スタンダードモードを選択したらタイマースタートです。計測する前に、今回寄付額投票で、主人公であるエリナの、衣装を決めてもらうということになっていたのですが、今回はツインテール衣装が一番多いということなので、この衣装で通していきたいと思います。衣装はゲーム開始直後にコメントを入力、コマンドを入力すると、初期衣装を変更できるのでこれを使っていきます。それではタイマースタートを、始めていきたいと思います。それではカウントダウンお願いいたします。はい、じゃあ、3カウントで始めていきます。はい、はい、3、2、1、スタート。グッドラックです。お願いします。はい、よろしくお願いします。で、序盤の移動方法なんですけれども、ジャンプして空中で急降下クイックドロップすることができます。このようにクイックドロップをすると早く移動することができます。またこのゲームでは、壁ジャンプをすることが可能となっておりまして、クイックドロップ後に壁ジャンプをすることでより早く移動することができます。で、ここでまずピコハンマーの入手ですね。これ主人公のエリナのメインウェポンで近接攻撃が可能となります。
このゲームでは敵に接触すると接触ダメージを受けてしまうのですが、ハンマーで攻撃している間は無敵時間が、接触無敵が付与されます。で、初期状態でハンマーは地上で3連撃のコンボができるだけなのですが、敵を殴ることでハンマーの経験値がたまりアクションが増えていきます。で、ハンマー攻撃は、スタミナを消費して攻撃をします。エリナの下にある黄色いゲージが、これスタミナゲージですね。これは時間経過で回復します。で、ここの左に行くと、最初のボスの、ココア戦なんですが、このココア戦の始まる前に、メニューを開いて、装備のハンマーを外します。ハンマーを外すことによって攻撃手段が一切なくなってしまうのですが、罪防止としてココアの体力は、勝手に減るようになります。このようにすることで、ハンマー装備の成功法で戦うよりも早く敵を倒すことが可能となります。で、ボスを開始した後に装備の着脱は不可能となっております。で、敵は、体力が少なくなるとこのようにカットイン攻撃をしてきたりするんですね。だビリビリのボスは、現在 HP がのボーダーがあって、こう何パーセント以下だとこの攻撃をするといったような仕様になっております。で、ここ、カットイン攻撃中は敵の体力が減らないんで、まあ、ここは回避に、まあ、徹します。まあそんなに序盤の敵なんで攻撃力は低いですか。で、ここは撃破しました。はい、で、ここで、キャロットボムを回収します。このキャロットボムはスタミナを消費して、ボムを投げることができるというアイテムです。まあ、主な用途としては、まあ、今のようにこのようにボムブロックを破壊するのが、用途ですね。で、ここでヘルスアップを回収。これは最大 HP が増えるアイテムとなっております。で、先ほどの場所に戻るとイベントが発生し、虹色洞窟にワープします。で、こちら右の方に進んでいくと、相棒となる、リボンちゃんとの戦闘が開始されます。で、リボンを倒すと仲間になります。で、リボン戦なんですけれども、こちらは、先ほどのココア戦と同様にハンマーを外すことによってリボンの体力が勝手に減るようになります。ですが今回は、キャロットボムでの攻撃が可能なため、ボムで攻撃をしていきます。で、ボムにも、ハンマーと同じように経験値の概念があり、レベルアップすると攻撃速度が速くなるので、ここで経験値を稼いでいきます。これ着地するので、これまたボムですね。で、ここの空中の攻撃は一通り終わって、着地したら撃破になります。で、これでリボンが撃破しました。で、これでリボンが仲間になり、遠距離攻撃が可能となりました。で、今、ここリボン戦が終わったので、ハンマーを装備します。で、遠距離攻撃ですけれども、これ、こちら通常ショットが連続で3発まで撃てるようになります。また、チャージショットが可能で、こう、溜めて撃つことができるんですが、こちらは MP を消費します。この青いゲージが MP ゲージとなって、時間経過で回復します。で、先ほどの場所に戻り、これワープストーンというのですが、ワープストーンは、一度触れた場所に、触れたワープストーン同士で行き来することができます。で、こちら中ボス戦 UPRPRC 戦ですね。これは体当たりをしてくるだけの単調なボスとなっております。で、2体いるのでなるべくまとめて攻撃したいところです。で、ハンマーの攻撃ですが、こうハンマーコンボ2段目と3段目には裏側にも判定があり、裏当てをすると攻撃力は7割増えます。で、これイベント終わり、今ビーチに移動しました。で、今、取ったのがマナップというアイテムで、これは最大 MP と最大 SP が上昇するアイテムです。で、また中ボス戦ですね、また UPRPRC 戦で開幕アップドリルをして、こう端に寄せます。3体いるので、こう、まあ、なるべく寄せて攻撃していきたいところです。で、敵の動きはちょっとランダムなので、まあ、運が悪いとこう右に逃げられたりして結構タイムロスになってしまいます。まあ、今回は完璧ですね。はい。で、ここピラミッドがあって、ここ登っておくと頂上にバッチアップというアイテムがあるので回収します。このバッチアップというのは、このゲームバッチという装備アイテムがあり、バッチを装備するのにコスト必要なコストがコスト制になってるんですが、そのコストポイントを増やします。で、今ピラミッド内部でイースターエッグというアイテムを回収しました。こちら、イースターエッグを回収するとお金が1500円もらえます。この右下に書いてある円っていうのがお金ですね。今5600くらいで、
イースターエッグは各エリアに配置されているため、近場にあるものは回収していってお金を稼いでいきます。でこれボス戦アシュリー戦ですね。アシュリー戦は基本的に、まあ、ハンマーコンボ5段を繰り返して攻撃します。このハンマーコンボ 5段目がこのぐるぐるぐるって回してるこの多段ヒットの攻撃ですね。でこのハンマーコンボ5段締めすると、まあ、とあるメリットがありまして、このゲームではハンマーで攻撃すると敵に無敵時間が発生するのですが、5段締めをすることによってその無敵時間が短くなります。で、まあ、5段締めすると状況次第では1度のターンで2セットのコンボを立て込むことができます。でアシュリーの体力が 25% 以下になると防御最大化バフというものが付与されます。今付与されましたね。この状態になるとまともにダメージが通らないとなります。でこの後カットイン攻撃をこのようにしてくるのですが、この後のカットイン攻撃 を一通り消化するとこのバフが解除されるんですね。そしたらダメージが通るようになります。まあ、この状態だと殴ってもまともにダメージが入らないので、ここはボムを投げて経験近すぎにをするムーブをします。で今この魔法陣からの攻撃が出ていますが、この魔法陣の攻撃が終わるとバフが剥がされてまともにダメージが通るようになります。はい、撃破しました。で今上にサニービームというアイテムがあるんですが、まあ、これは諸事情で今は取りません。で下にある、アタックアップというアイテムを回収します。こちらは、攻撃力が上昇するアイテムですね。 RTA において、まあ、火力は正義なのでアタックアップは積極的に回収していきます。で先ほどサニービームというアイテムを回収しなかった理由なんですけども、これは後々必要になるのですが、なぜ回収しないかというと、このアイテム取得率をコントロールするためですね。画面上部に今アイテム 3.97% という表示がありますが、これがアイテムを何パーセント取得したかという数値になっています。でこのゲームではアイテム取得率を 10% より少ない状態にしているとローアイテムパーセントモードという状態になります。この状態になると敵が弱体化するので、まあ、序盤はアイテムローアイテムパーセントモードを維持することによって有利に攻略してを進めていきます。でこれで今、ラビラビタウンという場所に到着しました。このゲームにおいて、まあ、拠点となる場所ですね。で、今プロロールが終了してチャプター1開始です。タウンメンバーを集めていきます。はい、このゲームでは、まあ、ボスを撃破して、まあ、イベントを消化すると、倒したボスがタウンメンバーとして加入するんですね。そのタウンメンバーを全員24人集めるというカテゴリーとなっております。で、タウンから左に進んでいくと、ここボス戦ですね、小鳥の1回戦目となります。鳥戦ですが、まあ、基本的にハンマー5段を当ててアップドリルを空振り、そしてハンマーコンボをもう一度当てるというのことに攻撃をします。でこれアップドリルを空振りした理由なんですけど、これ余ったスタミナを使い切ってるんですね。このゲームではスタミナを使い切ると全開するまでハンマーを振ることができなくなってしまいます。しかしスタミナが枯渇するとスタミナが高速回復するという特典を得ることができます。そのため、こうハンマーコンボ5段をやると中途半端にスタミナが余ってしまうので、隙の少ないアップドリルでスタミナを使い切ってスタミナを枯渇させ高速回復するという流れですね。で今防御最大化バフが敵についてしまったのか、これが、攻撃を消化すれば敵が攻撃を消化すれば解除されます。はい、今防御バフが解除されたので今ダメージがまともに通るようになりました。あとは押し切るだけですね。で小鳥撃破です。これ左に進んでいくのですが、で左の部屋に防御強化というバッジがあるのですが、これはいらないので取りません。取ってしまうとアイテム取得率が増えてしまうので、でこれ左の部屋に進んでいって、でここを2回壁ジャンプして登ります。そしてラビスリッパーというアイテムの回収ですね。これは、ジャンプ力を増やすアイテムで、まあ、初期状態だと3パネル分ジャンプ力があるのですが、これを装備することによって4パネル分ジャンプすることができるようになります。でここでワープストーンがあるので一旦タウンに戻ります。でここラビラビタウンにはショップがあるのでそこでお買い物ですね。
ここでまず、アタックアップとバッチアップを1個ずつ購入します。でこれで、ショップがの会話が終了するとここでイベントが発生してスピードブーストというアイテムがもらえます。これは移動速度が速くなるアイテムですね。でここでスピードブーストをショップで3レベルまで強化します。で強化する際に着脱をしていたのですが、その理由ですが、このゲームでは、装備を外した状態で強化すると強化する際の価格が安くなるというバグがあるので、それを利用しています。で先ほどワープストーンでラビライパークに戻り、左の方で今スノーランドですね。スノーランドではアイテム回収です。スノーランド左の方に行ってから、上に登っていきます。ここですね、こう壁ジャンプで登っていきます。でここからかなり敵の火力が高くて、今このお花が泡出してるんですけど、これ一発で触ったら散ります。でここを登っていて、左のところでボムを投げます。ここに、イースター1個あるのですが、ここはアトレット回収します。でこう登るとヘルスアップがあるので回収。でここ上に登って右に行くとスーパーキャロットというアイテムがあるので回収します。これはキャロットボムの具を貯めてのためができるようになるアイテムで、貯めて発動すると範囲攻撃ができます。で範囲攻撃を発生した際、無敵時間が付与されます。これですね、今使いました。ちょっと大丈夫、今ブーストがお漏らししてしまったのですが、まあオートセーブポイントがあったんで、そこでクイックロードしてブーストゲージをお漏らしをなかったことにしました。この後使わなきゃいけないんでここで使うわけにはいかないので、ちょっと高いんでした。いや近くにスイセーブがあってよかった。危ねえ。で帰ります。はい、あただクイックロードしたからさっきボムで壊したところが下がっちゃってますね。はい、でここでエッグ回収したら、まあ、一通りアイテム回収したのでワープストーンをでラビラビパークに戻ります。でここを登っていきます。ここも敵の火力が結構高いので、まあ、気を抜くと事故しやすい場所となっております。結構敵の数が多いんですね。で敵雑魚的は倒すと少し HP を回復することができます。で今ここでブーストを使ったのですが、まあ、ブーストを使うと移動速度がその間少しの間速くなります。リセットする必要なかったですねこれ。うん、これはそうですね、冷静に考えたらそうリセットしちゃったけど。そうですね、まあ、でここで、まあ、はい、オーコンバータというアイテムがあるので回収します。これバッチですね。このオーコンバータというバッチは装備すると攻撃力が 25% 上昇しますが、被ダメージが 50% 増えるという結構ボロ派なアイテムとなっております。ただ RTA においてはもう火力が正義なので、まあ、攻撃や最大の防御とはよく言ったものですね。でここにアタックアップがあるのでこれを回収します。で左上の部屋に行くとサンドバッグがあるので、それに一発ショットを叩き込みます。このサンドバッグなんですが、まあ、DPS チェッカー、まあのミニゲームが開始するんですね。でそのミニゲームが開始した際にブーストゲージが全開するので、まあ、今この赤いゲージですね、エリナの上にある。先ほどまあお漏らししてクイックローとかやっちゃいましたけど、まあここで全開できるので、まあ別に漏らしても良かったという感じでしたね。でここで右の部屋にあるラッキーセブンを回収します。ラッキーセブンというバッジですね。これはさまざまな効果がある強力なバッジなんですが、主な効果としてはコンボ数が77ヒット時最低保証ダメージが777になるという効果です。でここ来た道を逆走するんですが、ここ本来であれば一方通行の床で下から上にしか行けないんですね。ですがジャンプした直後にダウンドリルを発生させることによって床抜けすることができます。で今ラビスリッパーを外していましたが、ラビスリッパーを装備している場合だとこの床抜けができないので一時的に外しました。で、下の方に行き、エッグがあるので回収ですね。上にあるエッグを回収します。ドッスンみたいな敵は即死ですね、要注意ですね。でエッグ回収したら右に行くと、ボス戦ですね、バニラ戦となります。
でバニラ戦なんですが、まあ、開幕コンボ叩き込むんですけど、ここで敵の体力は 80% 以下にならないように調整しつつ攻撃します。そうすると、敵が地上で弾を出してくる攻撃するので、それを誘導します。これですね。で、この攻撃終わったら攻撃叩き込みます。ここでコンボ5段でダウンドリル。ここでショットでひるませてダウンドリル3回からのアップドリルで締めます。そしたら敵が空を飛んで攻撃してくるので、スーパーキャロットで攻撃。で、ブーストで追撃します。で、ここは回避に専念ですね。で、着地狩りします。ハンマー5段からのダウンドリル。で、チャージショットでひるませてダウンドリル3回からのアップドリル。で、これまたスーパーキャロット。で、ブーストで追撃。で、あとは着地狩りしてうまくいけばそれで倒しきれます。これ多分足りるな。あ、いけますね、これは。あ、いけません。あ、ギリギリまでいきました。はい。で、これで今、初めてのタウンメンバーが加入しましたね。今、画面の上部にタウン1と表示されているのが、これタウンメンバーの加入数となっております。で、ここから右に行って、空中墓地ですね。まあ、空中墓地でも、ワープストーンを目指して移動します。で、ワープストーンで虹色洞窟にワープします。で、虹色洞窟ではまず、アイテムの回収ですね。ハンマーブーストというアイテム、バッジがあります。これは、ハンマーの攻撃力を上げるバッジですね。で、ここを回収するところなんですが、ここでクイックドロップ後に2回壁ジャンプをして回収します。ただ本来ですとクイックドロップ後に壁ジャンプは1回しかできないんですけれど、特定の前で1回目の壁ジャンプをすることによって2回壁ジャンプが可能となります。で、これ獅子2戦ですね。で、獅子2戦開幕、先ほど入手した、バッジアップを装備します。で、このゲームではバッジを装備すると敵の体力が少し増えてしまうんですね。しかし戦闘開始後にバッジを装備することで、その差分を実はなくすことができます。で、死に戦は、ま、ハンマーコンボ5段あって、まあ、あれですね、ハンマーコンボ5段で、ま、ダウンドリルしていく感じですね。まあ、さっきと同じような感じでコンボしてきます。で、これで体力少なくなったのでカットイン攻撃です、ね。で、カットイン攻撃中は、まあ、防御強化のバフついちゃってるので、またダメージがまともに通らない状態になります。カットイン攻撃を、一通り消化すればバフは剥がされます。で、着地したらミサイル撃ってくんで後方に移動。で、倒しました。これでタウンにワープします。で、そしたらはい、ルビーに話しかけてストーリーイベント進めます。石碑イベント1回目ですね。ここでイリュージョンアリウスという自分の幻影との戦闘になります。これ、この敵はかなり火力が高くて、もう基本的にワンミスで死んでしまいます。で、ここで、お守りというものが使用可能になりました。お守りというのは、あ、死んでしまいました。このように火力が高いのでワンミスで死んでしまうんですね。で、お守りの説明ですが、まあ、全体攻撃をしつつ無敵時間が得られ、かつ敵の無敵時間を剥がすことができるという、まあ、強力な攻撃手段となっております。画面左下にある青い玉が今表示されているんですが、これがお守りゲージですね。で、このお守りゲージは時間経過で回復します。やばい、今使ったのがこれお守りですね。まあ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 いいです。はい。で、これで、イベントでワープして、ゴールデンリバーバンク黄金の湖畔という場所にワープしました。で、ここでアイテムを回収していきます。で、ここであと落とし穴があるので、そこの落とし穴を降りるとアタックアップがあるので回収。
で、ここから、右に進んでいくともう一個アタックアップがあるので回収します。で、ここ壁ジャンプを2回した後にダウンドリルすることで床抜けすることができます。で、ここ下から行って左行って、ここのジャンプ台を登るとバニースピンというアイテムを回収します。これ空中で回転攻撃ができるようになるアイテムですね。で、これです。このバニースピンなんですけど、クイックドロップ後に、敵に攻撃することによって、こう跳ね返るという現象が起こります。こう大幅にこう跳ね返ってこう高度を稼ぐことができるので、まあ、高所に登るのに使うに役に立つアイテムとなっております。で、これで、今研究所に入りました。で、ここで床をボムで破壊するのですが、ここアトレとおります。 で、ここ右上に登って、まあ、ここ左に行って突き当たりにあるアイテムを回収します。で、これ回収するアイテムは、バッチで、ピアスというバッチですね。これは、敵の無敵時間を短くするバッチとなっております。まあ、ボス戦で重要ですね。ボス戦で、コンボの幅を攻撃チャンスを多くすることができます。で、先ほど開けた穴を下っていきます。で、この上からレーザー今出てましたけど、赤いのこれ触ったら即死です。無敵時間を使って抜けました。ここのレーザーを抜けた後、床をショットで壊します。で、エッグ回収してさらに下に行くと、スライディングパウダーがある部屋に入ります。で、これをスライディングパウダーを入手するとスライディングが可能になって、このように1パネルの隙間も入れるようになります。で、これ安定でセーブですね。で、スライディングジャンプするとより早く移動できます。で、ここで中ボス戦、ミスタービッグボックス戦ですね。ビッグボックス戦は、あ、結構このように事故る可能性があるので、先ほどセーブポイントでセーブしてました。はい。で、ビッグボックス戦から、だいぶ前から戻されますね。はい。まあ、ビッグボックス戦は基本的にハンマー3段を連発するのを繰り返す感じですからね。で、これで。ランスが悪いですね。やばいですね、はい、いい行動パターンを引けると、あ、3発、うん、ハンマーコンボ3発を連発するだけで永遠にはめることができるのですが、ちょっと引きが悪いですね。いや悪いですね。パターンは良くないんだよな。あ、マジか、どうしよう。ちょこれはあ、これはラッキーセブンで、あ、ちょ、危ない。ちょっと危ないですが、なんとか倒せました。はい、で、から登っていきます。で、右の部屋にヘルスアップを回収します。で、ここ隙間に、1パネルの隙間にヘルスアップがあるのですが、この隙間をくぐってる間に敵に接触することによって壁抜けが発生し、右の部屋に入ることができます。で、マナアップも回収。で、ここを右に行くと、ワープストーンがあるので、ワープストーンまで行きます。安定取ります。はい、今、ここ攻めるとスライディングで抜けるんですが。はい、で、ここで一旦ラビラビタウンに行って、ショップですね。これお守りをレベル3まで強化します。で、またここ外すことによって安く強化します。お守りを強化すると、ま、最初期状態だと1回分までしか使えなかったんですが、3回分ゲージが3本になり、3回引けるようになります。で、またここでバニーストライクというアイテムを今イベントが発生し回収しました。このバニーストライクはスライディングから派生できる突進技で、主に壁抜きに使います。で、空中墓地に行って、まずはマナーアップを回収。で、右の部屋にあるオートイヤリングを回収します。オートイヤリングは、チャージショットを貯めてる間に、敵が目の前にいるとノーマルショットが発射されるというものですね。いや、マジか。あ、ちょっと噛み合わないですね、今回。ちょっとワープストーンのところまで戻ってしまいました。
やばいなこれ。この敵は結構めんどくさいですね。でここでも床が壊すと、アタックアップがあるので回収で、次は小鳥の2回戦目ですね。青小鳥戦になります。で小鳥戦は、開幕ピアス を装備します。でハンマーコンボをアップドリルで、ハンマーコンボからダウンドリルで締めます。で次攻撃してくる攻撃は直狙いなので、まあ、ちょっと移動、ちょい移動で回避します。でこれ空中攻撃してくるので、ここをスーパーキャットで回避しつつ攻撃で着地狩り。このレーザー攻撃してくる間は敵に防御強化バフがついているので、まともにダメージが入りません。確かに。で、あ、ちょっと今この空中で攻撃してるパターンなんですけど、この攻撃に移行する際にアップドリルを当てると地上に引きずり下ろすことができるんですけど、今回ちょっと失敗してしまいました。まあ地上に引きずり下ろせなかった場合はこのようにバニースピンで攻撃するのですが、まあこのように画面端でこう画面端から攻撃が出てくるのをこうブラインド状態でこう画面に映る前にジャンプして避けなきゃいけないので、これかなり難しいですね。このカテゴリーを走る上でこの小鳥の2回戦目がかなり鬼門となりますね。そうですね。いやちょっとミスった。キャロットが出ない、はい、お持ち直したい。でここでスーパーキャロットで回避しつつ攻撃。あ、今回は引きずり下ろすの成功しました。引きずり下ろせるとこの地上でコンボできる、ハンマーコンボできるのでかなりダメージ稼げますね。で、小鳥の体力は少なくなってくると使ってくる攻撃がかなり厄介なので、もうここからは各種ゲージ使って一気に押し切ります。まあ、ブーストも使って追撃して、はい、と撃破しました。で、この後、ここで壁抜け狙います。スライディングジャンプからバニーストライクで右上にあるブロックの角にうまく入ると壁抜けができるのですが、失敗しました。これ壁抜けができるとこの端の終わりまで一気にワープすることができるので、だいたい5秒ぐらい短縮になります。まあ、ちなみにこの技は高度調整がフレームパーフェクトです。でこれ、浮遊島に行きまして、エアダッシュの回収ですね。これを装備することによって空中ダッシュができるようになります。でエアダッシュの北、エアダッシュ部屋の入り口は、ダウンドリルをして慣性がつくのですが、その状態でスライディングをすることによって逆走することができます。で、上に行ってヘルスアップ回収。で上にいる部屋にあるイースタイクを回収します。イースタイクは5個回収するとレインボーエッグというものが回収できます。これは、リボンの魔法で、虹色の魔法が使えるようになります。この虹色魔法は通常ショットでホーミング弾が打て、チャージショットでは長時間のヒットストップを与えることができる攻撃となっております。で、浮遊島でもう1個アイテム回収で、ここで、イミニティ R というバッジを回収します。
まあ、これはとあるボス戦でのハメを成立させるために必要な装備となります。で、あとバッチアップも回収か。バッチアップを回収して浮遊地場でのアイテム回収は終わったのでワープストーンに行きます。で、これでタウンですね、ラビラビタウンに戻ります。で、ラビラビタウンで、先ほど入手したエアダッシュの強化ですね。で、これ装備を外して強化価格を安くします。で、エアダッシュなんですけど、エアダッシュを強化することによって移動距離が大幅に伸びます。これですね、これをエアダッシュを連発することによって最速の移動手段となります。で、これでワープで空中墓地に行き、アイテムの回収ですね。で、ここ右に行って、クライシスブーストというアイテム、バッジを回収します。クライシスブーストは体力が 20% 以下になると攻撃力が 25% 上昇するという強力なバッジです。まあ、ボス戦前に体力調整して使うことが多いですね。で、上に登っていって、ここはショットで壊ります。で、右にエッグが隠されているので回収。で、ここ左に行って突き当たりの場所に、根性というバッジがあるので回収します。根性バッジですが、これは体力が2以上ある状態で致死ダメージを受けた際に体力が1で生き延びることができるという非常に強力なバッジとなっております。まあ、このゲームでは雑魚敵を倒すと体力がわずかに回復するので、体力リーチになった、やばいと思ったら敵を1体倒すことでもう一度攻撃を耐えることができるようになります。で、これで、ワープストーンでラビラビビーチにワープします。で、ビーチにワープして、ここにピラミッドがあるのでピラミッド内部に行きます。で、ピラミッドの内部に、パンドラというボスがいるので、倒しに行きます。で、ここでスライディングジャンプをすることによってパンドラ戦の部屋まで一気にショートカットすることができます。で、これコンボ叩き込むと体力が8割ほど削ったので、空中でホーミング弾を出してきます。で、ここをスーパーキャロットで回避で、ジャンプして潜ってこの間に、ドーナツを食べて回復します。で、着地狩りですね。で、この後、大きな爆発弾を2発出してくるので上にジャンプして誘導します。上に誘導するとその間攻撃が可能になりますね。で、あとはもう相手に行動させずに一気にゲージを各種ゲージ使って押し切ります。ここで相手に行動されると防御強化バフが入るってかなり面倒になるので一気に押し切りたいところです。はい、無事倒せました。で、これ根性バッジ装備します。これで、まあ道中の安定ですね。で、ピラミッド、待って、これこれはどうしよう、今余計なアイテム取っやっちゃったから、ここまで今ちょっと今チャート上必要のない余計なアイテムを拾ってしまったので、クイックロードで戻りました。で、今パンドラ戦の部屋の前にオートセーブがあるので、まあ、そこから戻りましたね。いや、やんなくてもよかったかな。やんなくてもよかったかもしれない。はい、パンドラ戦再放送ですね。で、ここで攻撃体力を8割ほど削ると空中でホーミング攻撃を出してくるので、スーパーキャロットで回避しつつ攻撃で、ドーナツを食べます。で、着地狩りですね。で、ハンマーコンボを2セット。で、これ爆発する弾を撃ってくるので上に誘導して攻撃で、あとは一気に押し切りたいところです。ブースト使えば大丈夫か。はい。で、安定を取るんだったらここ一回左に行くとオートセーブが踏めます。うん。で、ここでバッチつけて、はい、で、あのドッスンなんですけど、ドッスンは、カンマ攻撃をしている間は、接触ダメージがなくなるのでダメージを受けずに通過することができます。で、ここで、ケイオスロットというアイテムを回収します。
これはエリナの攻撃で、紫色の魔法が使えるようになります。エリナじゃなくすいません失礼しました、リボンです。リボンで紫色の攻撃が可能になります。でこちらブースト攻撃は非常に優秀でボス戦でかなり活躍します。でここで、バッチアップを回収で、右の部屋に行くとここにアタックアップがあるので回収します。でそしたら、ピラミッド内部での敵、アイテムは1人必要なのは回収したので脱出します。でここ上部がショットで壊れるのでここから出ます。でここビーチに戻って、ここで最初にアシュリーと戦った部屋に行ってサニービームを回収しに行きます。でここサニービームの回収の仕方がかなりおしゃれで、ここでクイックドロップバニースピンでバウンドしてお守りでキャンセルしてエアダッシュ、おっと帰りはちょっとミスってしまいました。でこのサニービームという武器な、魔法なんですけれども、こちらゲージ回収が非常に優秀な攻撃となっております。 BP ゲージが の回収が優秀なので、道中はなるべく雑魚敵をこれで攻撃することによって BP ゲージを回収していきます。でここで、赤色洞窟に進んでいきます。でこの先に、小鳥の3回戦目ですね。小鳥3回戦目を倒すとタウンメンバーに正式加入します。でここで小鳥戦なんですが、スライディングジャンプで壁抜けをして入室します。おっとちょっとうまくいかないですね。あ、成功しました。壁抜けを成功するとこのようにセーブ部屋で戦闘が開始します。でそこでセーブをしてロードするとなぜか撃破した扱いになります。で今もう撃破扱いになってタウンメンバーに加入しました。で赤色の動物でアイテムの回収ですね。ここでバッチアップを回収で、左にある、イースターエッグの回収ですね。で次が本命アイテム、ファイアオーブの回収です。このファイアオーブというアイテムなんですけれども、エリナ のスタミナが枯渇してゼロになって、まあ、高速回復状態になった時にエリナの周りに火球が発生するという効果があります。この火球のダメージが非常に強力で、また、コンボランクの上昇にも役立つため、まあ、メイン火力となりますね。でまた、ファイアオーブのもう一つの効果として、敵に接触した際に敵にも接触ダメージを与えることが可能となります。で赤色洞窟のアイテム回収終わったのでワープストーンに移動します。でこれで一旦ラビラビタウンですね。で、ショップでアタックアップを一つ購入します。で、先ほど小鳥を撃破したのでタウンメンバーに小鳥がいるので話しかけます。小鳥に話しかけると、バフを購入することができて、このバフの効果が、お守りの使用時の、お守り使用時の消費量がダウンするというもので、まあ、お守りが使用できる回数が増えるのでボス戦でかなり役に立ちますね。強力なバフです。でここでウィックドロップをしてバニースピンをすることによって高所に登ります。でそうすると、ボス戦ですね、チョコレート戦です。でここで、まあ、バッジを外して、でその戦闘開始時につけることによってその差分をちょろまかします。ちょっと事故ってしまいましたね。それにハンマーコンボします。でそうすると地上で攻撃して、地上攻撃してくるのでそこをスーパーキャロットで回避しつつ攻撃、あとはもうゲージ使って押し切ります。ここはすいません、チョコレート戦では、壁があるんですが、壁がある状態でエアダッシュをするとこうエアダッシュのモーションがすぐに終わって、でエアダッシュの多難ヒットが一瞬でヒットするので、まあ、強力な攻撃手段になります。はい、撃破しました。そしたら、ラビリバレーでアイテムの回収ですね。でここにあるエッグをまず回収で、上にアタックアップがあるので回収
で、ここの隙もスライディングジャンプで入ります。なんだそれ。ちょっとめんどくさいことになっちゃいました。今、はい、何もなかったですね。はい、何も見てないです。はい、で、ここでエッグを回収してアタックアップを回収で、ここでスライディングジャンプで入っいろんなことが重なってで、ここでスライディングジャンプで壁抜けします。で、そうするとアタックアップがある部屋に入ります。で、下にあるエッグを回収で、スライディングジャンプで逆走で、アイテム回収終わったので右にあるワープストーンに向かいます。で、これで始まりの森へ移動します。で、まずは、右の突き当たりにあるバッジアップの回収ですね。そしたら、左に進んでいき、洞窟エリアに入ります。突き当たりの壁が、ボムで破壊してスライディングで入れます。で、左にエッグあるので回収して右下に進みます。で、ここでは、ココアの2回戦目のボス戦があるんですが、この部屋ですね、今はいませんが、フラグを消化することによって、イベント消化することによって、ここに現れるようになります。で、ここにエッグが隠されているので回収。で、ここに右下に、チャージリングというアイテムがあるので回収します。これは、チャージショットが2段階までできるようになります。2段階のチャージショットはより強力なショットが可能になります。で、今チャージリングある部屋に入ると、ココアの2回戦目が、開始できるようになるフラグが立ちます。で、ココア戦入る前に雑魚的に体当たりして、クライシスブースト瀕死状態に調整します。で、ココア戦ですね。おっと、今ちょっとコンボ失敗してしまったのでクイックロードしました。で、これコンボしてエアダッシュで、もう1回コンボ1セットを決める。で、この後、ココアがドローンを出してくる攻撃をするので、それをスーパーキャロットで、おっと、ちょっと失敗し、ちょっとパターンが崩れてしまいましたね。で、あとは一気に押し切ります。ちょっとお守り一回無駄に使ってしまったので、火力が足らないかもしれないです。とりあえず大丈夫。大丈夫ですかね。はい、あ、撃破無事にできました。で、ここで、サイドチャプターが始まります。これリタを操作して、ちょっとボス戦が開始するのですが、これ空中で下降攻撃を連発するだけで簡単に倒せます。で、サイドチャプター終了で、ここで虹色洞窟の方に行きます。で、虹色洞窟でアイテムの回収ですね。で、この上の部屋にバッジアップがあるので回収します。で、バッチアップ回収したらバッチポイントに余裕ができたので、ここで根性バッチ装備します。これで安心ですね。はい、これで道中の安定性が一気に増します。で、虹色洞窟で次に壁ジャンプというアイテムを回収します。で、壁ジャンプというアイテムがなくてもこのゲーム壁ジャンプできるんですけれども、これがあることによって会員入力でジャンプ壁ジャンプが可能になります。またショップで壁ジャンプを強化することによって3回まで壁ジャンプが可能になります。で、ここでヘルスアップを回収したら、一通りアイテム回収はここ のエリアで終わったので、ワープストーンに行きます。で、これ研究所にワープですね。で、ここで、中ボス戦のレインボーメイド戦なんですが、ここでも壁抜きしてスキップします。こう壁抜きがうまくいくと、こうワープストーン部屋で戦闘が始まり、それでワープすると撃破扱いになります。で、ここで赤色洞窟を指定してワープしたのですが、このレインボーメイドスキップをした状態でワープをすると、ワープ先の座標がなんかずれてバグってしまって、でそれで今記憶回廊というエリアにワープしました。この記憶回廊というエリアは本来であればメインゲームを消化した上で突入するエリアなんですが、このグリッチを使用することによって、まあ、大幅にシーケンスブレイクしてこのエリアに侵入することができます。このエリアかなり敵の攻撃が、敵の攻撃がかなりいやらしくて、こう自己しやすいエリアになってます。まあ、基本的には一本道ですね。
で、ここにイースターエッグがあるので回収します。このエリアのファントム小鳥の攻撃は結構嫌らしいんです。あ、でこれオートセーブですね。でここ左のエリアに行ったら縦長の場所、ま、部屋になっているのでスーパーキャロットで敵を一掃します。でここ壁ジャンプして敵にあえてぶつかることでスムーズに登れるのですが、ちょっと失敗してしまいましたね。おっと、あーやばあー、あ、危ないこのモグラゾーンは、まあ、金欠の場合はここで倒すと、まあ、お金が回収できるんですが、今回のチャートだと、まあ、お金に困ってないので、まあ、普通に通過します。マジか、危ない。でこの次の部屋にイースターエッグがあるので回収ですね。そう、おっと、ここ、あ、でもここでオートセーブあったんで、まあセーフですね。でここはまあスーパーキャロットで妖精を一掃。うわー、ちょっと待って、おっと、今ちょっとスライディングを敵に当てると、跳ね返ってしまうんですが、その後エアダッシュすると低速なエアダッシュが出てしまうんですね。でここで、ワープストーンがあるので、ここでワープ、研究所にワープします、はい、でそしたら、アイテムの回収ですね。アタックアップが2つあるので回収します。今、スライディングジャンプした後にバニーストライクを出すことによって高度を少し稼ぐことができるので、今そうやのようにして登りました。でここショットで地面が壊れます。でここにボムブロックの中にアタックアップがあるので回収。で左のコンピュータールームに行くとイベントが発生しタウンに戻ります。でここで、ルミに話しかけて、石碑イベント2回目ですね。でこれ中ボス戦が始まります。まあ、なんか、うん、よくわからない人が2人いるのですが。で、ここで、中ボススキップというグリッチを今使用しています。クイックの、セーブのロード画面を開いて、で、特定のセーブスロットにカーソルを合わせることによって、中ボス戦のうち、中ボスを1体でも倒せば中ボス戦が終了するというグリッチです。で、これ、ボス戦。イリュージョンアリウス戦2回戦目ですね。開幕の行動パターンは2パターンしかないので、行動に応じて対応していきます。体力はそんな高くないですね。で、体力削ると、第2形態の、リボン単体の状態に移行します。で、このリボンを瞬殺してしまうとフリーズするバグがあるので、そこだけは細心の注意を払って攻撃します。あ、普通に倒します。あ、で、これで、石碑イベント2回目終了。で、これ、ワープで研究所に行きます。で、まず左の部屋に行きます。で、ここにイベントフラグがあるので、それが、を踏みます。で、これ2つイベントフラグがあるので、絶対に2つ踏みます。で、そのフラグ踏んだら、コンピュータルームに行きます。そうすると、システムエンティリアというエリアに入れるので、システムエンティリアに行きます。で、そうすると中ボス戦ですね。メイド戦なんですが、これも、中ボスグリッチを利用します。1体倒せば終了です。で、ここに上の部屋にあるエアジャンプというアイテムを回収します。はい、これを装備することによって空中でジャンプをすることが可能になります。これでエリアの機動力は大幅に改善されます。まあ、ほぼ機動力に関してはベストコンディション状態になりました。で、システムインテリアにある、アイテム、もう一つ、アタックアップを回収します。
をスライディングで回避で、アタックアップを回収したら、あとはタウンメンバーの、シャロちゃんですね。シャロを倒さないですね。シャロもスキップできるネタがあるので、スキップしてタウンメンバーに加入させます。おちょっと危ない、ね、はい。でここのエントランスなんですけど、ここで、上に登るとなぜかシャロ戦が始まるボス戦のフラグが置いてあって、それに触れて、でまあシステムインテリアを出ると撃破扱いになります。でワープストーンに戻ります。でこれでタウンですね。でここでまずショップか、ショップでこれファイヤーオーブと壁ジャンプの強化ですね。ファイヤーオーブを強化することによって、火力が大幅に上昇します。やっとで、ここで今イートイングリッチというものを使いまして、ショップを開くの と、アイテムメニューを開くのを同時に同一のフレームに入力すると、まあ、ショップ中にドーナツを食べることができます。まあ、これで数秒短縮ですね。ゲージを回収して、でドーナツを食べたらその直後にドーナツを買うと。で、あと今壁ジャンプを強化しました。これで、壁ジャンプが3回できるようになりました。で、IC サミットにワープして、次が、ボス戦のリタ戦ですね。リタ戦は、まあ、開幕3発叩いて、で攻撃回避して、でハンマーコンボを2セット。で、そうすると空中攻撃をしてくれます。で、そこからコンボを出して、あとは一気に押し切りたいところですが。で、これ火力足んなかったので、ここから、カットイン攻撃になるんですが、これ、ケイオスブーストを使います。ケイオスブーストですか、これ、ね、敵にうまく重ねて攻撃することによって多段ヒットするという性質があります。この多段ヒットが非常に強力で、一気にダメージを与えることが可能となります。でここに左行って、下にアタックアップがあるので回収ですね。でアタックアップ回収したら、左に行って、オーロラパレスエリアですね。でこちらでもアタックアップがあるので回収します。この右の部屋ですね。でそしたらこのエリアにニーベというボスがいるのでニーベと戦いに行きます。ここは壁ジャンプで登る。でここの地面にエッグがあるので回収。で左突き当たりでニエベ戦ですね。ニエベ戦入る前にクライシスブーストの体力調整します。 で敵1体倒して、まあ、これで根性で一発耐えれるようにしました。でニエベ戦の特徴なんですけれども、ニエベの体力が4割を切るとマップを水中状態にするという行動をしてきます。でその後に、まあ、体力削ったりするとカットイン攻撃をしてきて、空中でレーザー攻撃を延々と連発されてしまうので、そうされると非常に遅延行為になってしまうので、それだけは絶対に防ぎたいところです。なのでまあ大体体力が 4,5 割切ったらもうあとはゲージ使って一気に押し切りたいところ。この攻撃が終わったらもう一気に倒し切ります。でこの攻撃は地面に着弾すると爆発するんですが、今バニーストライクで敵に攻撃することによって少しエリアが飛び上がるので、それで回避します。おっと、はい、撃破しました。でここで奥にあるワウォーターオーブというアイテムを回収します。これは水中の中での機動力を大幅に改善するアイテムですね。
まあメトロイドシリーズで例えるとグラビティスーツのようなものですね。でそしたらまあ、ウォーターオーブを入手したので水中エリアの攻略ですね。こう飛び降りると、まあ、水中エリアに入れるので、でこの水中エリアには、シーナという、まあ、ボスがいるので、まあ、シーナは2回戦あるのですが、その1回戦目ですね。でここでちょっと暗くて何やってるか分からないと思うんですが、今、シーナ戦の部屋に、スライディングジャンプで壁抜きをして入り、それでシーナスキップを成立させました。で今画面が黒かったのをクイックロードすることによって明るく戻しました。そしたら、このエリアにアタックアップが1つあるので回収していきます。はい、アタックアップ。で、そしたらもうこのエリアに用はないので、ワープストーン目指します。で、スノーランド移動して、で、続いて、ボス戦のニクシー戦ですね。ニクシー戦もこれ、スキップができるので、スキップします。でニクシー戦なんですけど、ニクシー戦が開始するフラグが、まあ、こう縦一列に設置されてるんですけど、その前に、オートセーブ判定がこう縦一列にこう置いてあるんですね。でそのオートセーブを踏んでクイックロードするとジャンプの行動回数がリセットされるので、それをジャンプしてクイックロード、ジャンプしてクイックロードというふうに高度を稼いでいきます。そうすると、ニクシー戦のフラグが上に2マス分だけ空いてる部分があるので、そこにも入ってそこから入り込みます。で左側に移動するとニクシースキップが成立します。で今アイテム回収ですね。今ゴールドキャロットというアイテムを回収しました。これは、体力を 100% 回復することができる消費アイテムですね。でそしたら左に進んで、エイヤの高原というエリアを目指して進んでいきます。で途中でエッグがあるので回収ですね。はい、このエリアにはサヤという、まあ、ボスキャラが、まあ、タウンメンバーがいるので、まあ、それを仲間にしに行きます。こう登っていって左をスライディングで、でここを壁ジャンプとかいういろいろ使って登っていきます。でバッチアップ回収で左にの部屋にアタックアップがあるので回収ですね。でこの部屋なんですけど、今来た道をスライディングでこうこのように敵にスライディングでをヒットさせて、その反動でジャンプをすることによって逆走することができます。でここでサヤ戦の部屋なんですけど、サヤ戦が始まる前にオートイヤリンググリッチというものを使います。オートイヤリングのショットが発動した時に、まあ、特定のタイミングでオートイヤリングを外します。それが成功すると、お、成功しました。成功すると通常ショットが鬼連射できるようになります。まあ、これでサヤを倒します。まあ、これ虹色ショットがホーミングするのと、虹色ショットは DPS 出るのでこれ使っていきます。でこれヒット数がすごく稼げるんですが、このボス戦を撃破時にお金がこのゲームもらえるんですけど、そのお金の量はコンボ数に応じて増えるので、これで、あ、そう、最初ミスりましたねミスりましたね。お金稼いでます。もう一回やります。はい、ちょっと、はい、今死んでしまったのでオートイヤリンググリッチやり直します。もうちょっとエッグ取り損ねましたね。こう戦闘開始時にエッグを回収するとちょっとスムーズだったのですが、でこのオートイヤリンググリッチなんですけど、マップを移動すると解除されてしまいます。まあ、マップの暗転がして切り替わるとですね、その性質のため、まあ、実質的にこうボス戦の部屋とつながってる場所に雑魚敵がいないと成立しないので、実質サヤでしか使えないテクニックとなっています。ここでアタックアップ回収で、現在サヤが正式にタウンメンバーに開始して加入してないので、加入させるフラグを踏みに行きます。はい、これで
タウンメンバーに加入しました。でそしたら、ワープストーンを目指していきます。でこれでタウンにワープですね。で次は、シーナの2回戦目ですね。その前にバフの回収です。でバフの回収なんですけど、ここでニエベのバフを回収ですね。ニエベのバフがこれ非常に重要で、シーナ戦に戦う上では必須となるものですね。で、タウンの左にある橋のところにシーナがいるので、おっと、ショップはいらないですよね。はい、はい、で、シーナ2回戦目ですね。でこれシーナの2回戦目、これ特殊なボスでして、耐久攻撃状態というものになっております。耐久攻撃というのは時間経過で相手の体力が自動的に徐々に減っていくんですが、代わりに非ダメージを 100% カットするという状態になっています。まあ、それではダメージが与えられないから待つしかないじゃんってなるのですが、そこで先ほど購入したニエベのバフですね。これは敵の防御力を下げることができるバフなので、まあ、結果的に 25% 分のダメージなら通ることが可能となります。でここでケイオスロッドのブーストを戦闘中使っていくのですが、このケイオスロッドブーストの特徴として敵に呪いというデバフを付与することができます。このデバフは、こちら側がダメージを受けた際に敵にカウンターダメージを与えることができます。まあシーナ戦は結構被弾しやすいボス戦なので、まあケイオスブーストを使って戦っていきます。はい、撃破しました。そしたらラビラビタウンに戻って、シーナのバフ回収ですね。シーナがタウンメンバーに加入したので、シーナのバフは攻撃力アップです。で、そしたらワープで記憶回廊にワープします。でまず左に行って、でシーナのファントムがいるので、それに体当たりすることによって体力調整し、クライシスブーストを発動させます。でこれキャットシューターを、オレンジ魔法の回収で、ミリアム戦ですね。ミリアム戦なんですけれども、ミリアムは画面端に移動してから攻撃行動をするという性質を持っています。そのため画面端移動させないようにアップドリルで誘導して画面中央を維持することによって、まあ一方的に攻撃することが可能となります。我々の業界ですが、これを相撲と呼んでますね。今相撲してますね。で今、キャロットシューター先ほど手に入れたのを使っているのですが、キャロットシューターは禁止状態だとダメージにボーナスがつくので、まあ今禁止状態なんで強力な攻撃手段となっております。でイリアムの体力が少なくなったら、もうあとは、まあ押し切りますね。ファイアオーブやっぱ強いっすね。強いっすね。でそしたら、ワープストーンで、あ、体力調整は、あ、まあいいや、ここでやるわ。はい、で次はアシュリーの2回戦目ですね。エイヤの攻撃から左に行くとアシュリーがいるので、でアシュリー戦始まる前に、レバーキャンセルというバッジを回収します。でここの下行って、ここの右の部屋ですね。レバーキャンセルというバッジはハンマーコンボが高速化するという、特性を持ったバッジとなっております。これを、アシュリー戦で活用します。でアシュリー戦なんですけど、この開幕、ジャンプをしてくるんですが、ジャンプをする前に先ほどハンマーキャンセル、レバーキャンセルの効果の高速化を利用してジャンプ前に攻撃します。でその後画面端に誘導して、もうあとは一気に押し切ります。でアシュリーは体力少なくなると、防御強化バフを付与してくるのですが、おっと、その防御強化バフを付与されてしまうと、もうカットイン攻撃を完全に消化しきるまでそのバフが剥がされないので非常に遅延行為になっちゃうんですね。なのでもう一気にもう封殺するしたいところです。もう封殺していきます。なのでもうパターン崩れたらもう即クイックロードですね。別に、はい、撃破しました。
そしたらここでスライディングジャンプをして壁抜きをすることでワープストーンまでのところまで一気に移動できます。でこれ浮遊島ですね。でここでボス戦ですね。ここでリリースの2回戦目と戦闘します。ここ1回戦目の部屋をこのマップ上部から飛び越えることによって1回戦目を丸々スキップしていきなり2回戦目に入ることが可能となります。でリリース戦は横シューティングパートとなっております。で今、リリース戦は、前座の普通の雑魚戦が敵が出てくるパートの後にリリース本体が出てくるという構成になっております。で横シューティングパートで今サニービームを使っているんですが、これ理由がありまして、サニービームのチャージショット本来ですと、まあ、1回のチャージショットで敵に一発しかダメージ入らないんですが、この横シューティングパートだとなぜか多段ヒットするので、まあ、横シューティング状態ではサニービームのチャージショットが最強の攻撃手段となります。でここで、ちょっとボスが出てくるまで解説的に暇になってしまうので、ちょっとここで告知というか宣伝をさせていただきます。はい。で今 PC 版のラビリビで走行しているんですが、こちらの PC 版 Steam にて販売されていて、定価がなんと2100円とかなりお安くなっているんですね。なんと2100円です。そうなんですか。さらに今 Steam でウィンターセールが開始してまして、はい、でなんと2100円、定価2100円から 60% オフの840円と大変お買い得になっております。なんですって。いやもうこれ買うしかないですよ、ね。ちょっと今度買おうかな。これ買わないと、はい、これちょっと買わないと、はい、このこれを機会に買った方がいいかもしれないですね、はい。でさらにこのゲームスイッチ版と PS4 版もあるのですが、現在スイッチ版 50% オフで1350円で購入可能です。なんとパソコンがなくても安心。はい。で PS4 版も今 50% オフでなんと1375円で購入が可能となっております。素晴らしいですね。いやーこれ買うしかないですね。こんだけボリュームのあるゲームが、はい、そんな値段で買えるなんて。このゲーム平気で3桁時間遊べますからね。私今のところ Steam のプレイ時間が1000時間超えてるので、はい、まあそんだけ本当に遊べるんでおすすめですね。はい。ちなみに私は900時間超えてます。はい。でこれでリリースの2回戦目ですね。もうここはもうガチの横シューティングですね。もう気合で避けます。でやばいと思ったらお守りを引けるかですね。あー食らっちゃうか。はい、撃破しました。これで始まりの森に行くのですが、ここから忘れられた洞窟のワープストーンを目指して移動します。でこれ壁抜けですね。壁抜けを狙っていきます。でここの、ルートを使うと一気に行けるのですが、本来であればこの忘れられた洞窟のワープストーンってメインゲームを消化してから突入し、さらにボスラッシュゾーンを通過する必要があるのですが、これでショートカットします。ここで、ボス戦のルミ戦の部屋なんですが、現時点では戦わないため、今のように、マップ上、部屋の天井を沿って移動することでボス戦フラグを回避して、でワープストーンの部屋までたどり着くことができます。でこれタウンでドーナツ購入ですね。はい。でバフを回収。でバフ回収したら、ビーチに移動します。でビーチのから右に行って、始まりの森ですね。始まりの森の上部へ登っていきます。でここを登るのですが、ここの部屋、ボムブロックが上で防がれているのですが、ここで、普通のボムでは 上からでしか破壊できないんですけど、キャロットシューターのブーストを使うことによってボンブロックを破壊することが可能です。で今ちょっと暗くて何やってるかわからないと思いますが、今アルルーナという、まあ、タウンメンバーボスキャラがいるのでそこに行きます。でアルルーナですが、アルルーナは戦闘後に、今この部屋ですね、出口用の部屋があって、そこの落とし穴から脱出出れるんですけど、その落とし穴を逆走することによってアルルーナスキップが成立します。これでアルルーナを撃破した扱いになりました。で、右に進んでいくと、緑色のワープストーンがありますので、ここに入ります。でプルークの森というエリアに入ります。
で、ここには、キケバニーというタウンメンバーがいるので、戦闘しに行きます。で、本来ですとキケバニーまでに行くまでには、ここのマップを巡回する必要があるのですが、まあ、ボス戦後のにある出口ですね、ここですね、この一方通行の床を床抜けすることによってショートカットしていきます。はい、で、ここでケバニー戦の部屋なんですが、ケバニー戦のボスフラグ逆から踏むと、積み状態になってしまうので、まあ、ボス戦フラグを今のように飛び越えて、まあ、正常な方法でボスフラグを踏むことによって、まあ、普通に戦闘を開始させます。で、まあ、ケバニー戦はもう本当火力で押し切るだけですよね。これは大丈夫かな。やばすぎる、あぶねえなんとか倒せました。ちょっと今ヒヤッとしましたね、はい、で、キケバニー撃破したら、先ほどの道を逆走すると、まあ、先ほどの NPC がいる部屋に行くとタウンにワープできます。で、そしたら、石碑イベントの3回目ですね。で、ルミに話しかけると石碑イベント3回目。これで、メインゲームのラスボスを倒しに行きます。このゲームはメインゲームとポストゲームのリム構成になっていて、エンディングは2つありますが、これ1つ目のエンディングを迎えに行きます。で、これ中ボス戦ですね。で、これ中ボスグリッチ使います。なので1体倒せば、中ボス戦終了で、そしたら右に行くともう1回中ボス戦なんですが、さっきの残党を倒すことによって、まあ、それですぐにボス戦終了ですね。で、これ研究室エリアに入、開発室エリアに入ります。で、ここから、壁抜きを繰り返し行うことによってメインゲームのラスボスの部屋まで行きます。でも、ここはもう本来の通常プレイのエリア外なので、もうちょっと見た目がめちゃくちゃな場所ですね。これひたすら壁抜けしていって、で、このスライディングジャンプでの壁抜けが高度調整がフレームパーフェクトなのでちょっと難しいんです、ね、いや、これはお守り使いすぎたんでちょっと一回やり直します。はい、はい、ちょっとゲージが使いすぎてしまったので一旦クイックロードでやり直します。で、このルートを使うことによって、本来ですとラスボスに行くまでにアリウス戦の3回戦目とミル戦とラスボスの第1形態と第2形態計4体のボスと戦う必要がありますが、それらをスキップすることができます。これ見えない空間ですが、これスライディングジャンプかのバニーストライクで、壁抜きをします。これ高度調整がフレームパーフェクトです。なかなか成功しない。Okay. あ、成功しました。そしたら上に登って左に突き当たると、メインゲームのラスボスノア戦ですね。はい、ノア戦の第3形態です。で、ノア戦の特徴なんですけど、コンポ可能な時間が短いという特性ですね。少し殴ってるとすぐに硬直無視というバフが付与されてしまいます。で、じゃあどうやってこうダメージを稼いでいくかというと、硬直無視バフがついた後に少し間を空いてからアップドリルを当てます。そうすると相手がピョンピョンピョンというジャンプするモーションを取ります。これで実質的な硬直時間を稼ぐことができます。で、その間にファイアオーブでダメージを与えると効率的にダメージを稼げます。あ、これ OK。で、これで1回目のエンディングですね。はい、スタッフロールはボタン長押ししてるとショートカットできます。で、これで、メインゲームが終了してポストゲームの開始となります。で、ここでショップでアイテムの購入ですね。ここでココアボムというアイテムを購入します。これ画面全体攻撃の消費アイテムですね。で、バフの回収。
通りバフを回収したら、ワープストーンで忘れられた洞窟にワープします。の前にケケバニー回収ですね。あ、失礼しました、ケケバニーの回収ですね。あ、これ、あ、ちょっとこれは多分ガチャが、おっとダメでした。ちょっとこれ NPC の判定がこのゲームかなり紛らわしいので、はい。で今、ケケバリーに話しかけてプルークの森に戻ったのですが、これに話しかけないとタウンメンバーに正式加入しないんですね。これによって、タウンメンバーに正式加入しました。間違えた、まあいいや。でこれで忘れられた洞窟にワープして、ボス戦のルミ戦ですね。はい、あれダメージ食らいます。はい、ダメージ食らって、クライシスブーストの調整をします。で、ルミ戦の始まる前に、バッチのイミニティ R というのを装備しておきます。おっと、ちょっと初段のコンボミスったのでクイックロードでしました。頼む。おっと。で、ルミ戦は、ちょっと特殊なボスでして、体力は6本あるという仕様になっております。で、この体力ゲージの上に星が今5個表示されているのですが、この、このように体力を0まで、削ると、1本丸々削ると、この、空中のシューティングパートに移行します。この横シューティングパートに移行すると、星の数が1個減ります。で、横シューティングパートは一定時間経過すると地上に戻ります。この弾幕の回避が結構ルミ戦はきついですね。ちょっとはまだまだこっからなんですけどね。はい、まあ、これはまあ序の口なんですけど、まあ序盤で死んだからまだマシですね。そうですね、終盤で死ぬともう数分のロスになるので。で、ルミ戦がので、この横シューティングパートが終わって地上パートに戻った時なんですが、この時に、99ダメージ反射というバフが付与されます。これはルミに99ダメージ以上を与えた際にエリナ自身にもダメージを受けてしまうというちょっととんでもないバフとなっております。でその反射ダメージでとどめ属性はないのですが、まあ、実質体力1の状態で戦い続けなければならなくなります。なのでもうワンミスでもうゲームオーバーになってしまうので、もう非常に過酷なボスとなっております。でまたルミ戦の特徴なんですけれども、ルミ戦も、さっきのノアサードノア戦みたいに、コンボ可能な時間が短くてすぐに硬直虫バフがついてしまうんですね。ここで、ケイオスロットのチャージショットを当てます。そうすると、着弾点に低速効果を与える空間が、発生させることができるんですね。その低速状態でルミに攻撃すると硬直虫の判定をすり抜けて硬直させることができる、つまりはめることができます。ただ実際にそのすり抜けができるかはどうかは 100% ではなく運ゲーなので、失敗した場合は即座にお守りを引いて、でそれでコンボをつなげてリカバリーをしていきます。この判断がもうかなり難しいですね。かなり KO スロットの乱数はいいですね。はい、でこれでラスト最後が一番激しいです。このサニービーム使ってるんですけど、このサニービームの横一直線と弾が重なってると結構視認しにくくて、うっかり被弾してしまうんですよね。お、これで逮捕、これでもう最後の体力ゲージですね。こっから敵の攻撃激しいのでゴールドキャロットを消費して安定を取ります。でまだこう99ダメージ反射バフがついているので、ここでチャージショットは打たないようにします。であとはもう一気に押し切ります。ですね、よし、勝ちました。まあまあ、よかった。ここが一番難しい戦闘なので、はい、これがまあ決まってくれたので全然いいです、はい。そうですね。で、これで虹色洞窟にワープしました。で、ここで、レインボークリスタルというボスがいるので、撃破しに行きます。
このクリスタルを撃破することによってアシュリーが正式にタウンメンバーに加入します。でこのクリスタル戦は始まる前に、ファイアオーブを外しておきます。理由としてはボス戦に与えるダメージを、まあ、ブレなくして体力調整をしやすくするためですね。でボス戦に入る前にもう一つエアジャンプを外しておきます。エアジャンプを外すと敵の HP に補正がかかり、まあ、HP が4分の3に減ります。で、クリスタル戦は、スーパーキャロットとお守りですね。これを使ってまんべんなく体力を削っていきます。クリスタルは、8体それぞれ体力は独立しているん で数を減らすと残りのクリスタルが回復するという特性があります。それを防ぐためにまんべんなくダメージを与え、最後にココアボムの全体攻撃で8体すべてにいっぺんにとどめを刺します。でこれで、ラスボスとなるイリス以外のタウンメンバーがすべて加入した状態となりました。あとはイリスを撃破してエンディングを迎えに行きます。でこれで、ワープストーンを目指して移動。でワープストーンで浮遊島ですね。で本来であれば、まあ、イリスにたどり着く場合は、まあ、空中墓地に行ってラストダンジョンとなる図書館を通る必要があるのですが、浮遊島のこの壁を乗り越えることによって、まあ、イリス戦まで一気にショートカットすることが可能となります。はい、登りました。で、イリス戦なんですけれども、このルートだとイリス戦開始のフラグを逆方向から踏むことができるので、この入り口あるヒールパッドを戦闘中に使用することが可能になります。でこれで悪いことします。開幕お守り引いてスーパーキャロット、でここでケーキ食べます。で虹色チャージショットを打ち込むと、こんな風にとんでもないことが起きます。はい、一緒の体力は終了です。はい。GG ですね。まあほぼ GG ですね。はい。じゃあまあなんでこんなことが起きるのかっていうのを私から説明させていただきます。はい、よろしくお願いします。はい。先ほどファイアオーブを回収したときに説明がちょっとあったのかなと思うんですけど、ファイアオーブには敵から接触ダメージを受けたときに、その相手にも最大 HP の 1% 分のダメージを与えることができます。これをまず一つ、大前提として覚えてもらって、で、先ほどのイリスの開幕の、衝撃波攻撃で無敵無効化っていうデバフを受けました。このバフを持ってデバフですね、デバフを持っているときは本来ダメージを受けたらその後連続して食らわないように一定時間無敵時間が付与されるようになっています。しかし、その無敵無効化デバフを受けると、あの無敵時間が一切なくなるので、敵の攻撃に触れている間はあの1フレームずつ、あの1フレームごとにダメージを受けるようになってしまいます。つまりこれを利用することで、接触ダメージを1フレームごとに受けることで相手にも 1% 分のダメージを1フレームごとに与えることができます。ただ、本来普通にぶつかるだけではこちらも1フレームごとにダメージを受けるので一瞬でゲームオーバーになってしまいます。ただそれを避けるために一工夫入れていて、無敵無効化デバフをもらっていざぶつかろうという時に一度回復アイテムであるケーキを送ってイリナを回復状態にしました。この回復状態っていうのは食べた瞬間にバッと回復するのではなく、回復する割合に応じて決められた時間かけて徐々にずーって、回復する状態になります。でこの回復が続いてる間はちょっと危ない、危ないですね。ちょっと視界がやばいな。でこの回復が続いてる間は無敵無効で1フレームずつダメージ受けたとしても、あの根性バッジがある限りは必ず HP1 で耐えるようになっています。なのでこれをすることで、あの回復状態になってる間は、1フレームずつ1フレームごとにダメージを受けてもこちらは死ぬことはないっていう状態になります。で、もう一つ補足として大事なのが、よりダメージを与えるためにレインボーエッグのチャージショットを当てて相手に長い硬直時間を与えているということです。イリスは第3段階に分かれていて、本来は体力が3分の1減るごとに、次のパターンに移って、その次のパターンの攻撃が出るまでは、ずっと、防御力最大化のバフがついてしまいます。この防御力最大化のバフは、受けるダメージを10分の1にしてしまうので、ファイアオブでダメージを与えても、実質 0.1% 分しかダメージを与えられないので1フレームごとといってもそんなにダメージを与えられなくなってしまいます。ただ、このバフが与えられるタイミングっていうのは敵が行動可能になったタイミングで初めて付与されるようになるので、
ダメージを与えまくる前に、レインボーショットのチャージショットを当てることで、敵に長い硬直時間を与えて、でその硬直時間中に、ファイアーオーブで1フレームずつダメージを与えれば、まあ、その途中で体力が3分の1以下になっても、敵がまだ硬直時間になっている間はそのバフが与えられないようになります。なんでそれを利用して、まあ、最大限、ダメージをそのままのダメージを与えられるように工夫してやったのが今みたいな感じの戦術になります。で、まあ、さらに、まあ、先ほどそのヒールパッドが ある状態でできるって言ったんですけど、まあ、これをやることで実質もうこのヒールパッド一瞬でも踏めばまた根性を発動することができるので、これでもう、まあ、基本的に、まあ、なんか油断しなければ死ぬことはなくなりますというのが、まあ、一通りの説明になります、ね。はい、ありがとうございます、はい。まあそう言ってる間にあと半分以下で終わるようになりました。そうですね、ちょっとここ説明がなかったのですが、今イリスは、耐久攻撃状態になっています。まあ、これイリスじゃない、シーナの2回戦目と同じですね。体力は徐々に減っていく状態となっております。で今上にイリスが見えますが、これイリスに対しては攻撃判定が今ないので、まあ、結局待つしかないですね、基本的には。あ、で、そうですね、この戦術についてなんですけど、この、まあ、これ主に私がこのカテゴリーバニーエクスティンクションのオールタウンメンバーズのカテゴリーを研究し始めたんですけど、まあ、その大方ルートを完成させて、それをまあ動画に一つなぎにして、まあ、それでちょっとコミュニティの海外サーバーの方に公開したんですけども、その数時間後に海外勢の方が本来はこのイリス戦ってもともとその先ほど戦ったルミに続いて2番目に難しくなるであろうボス戦だったんですけども、それを海外勢の方がこんな戦術があるって青を出したことで、このイリス戦というのは一番最初のプロローグのココア1戦目と並んで最も簡単なラスボスになってしまいました。そんな背景があります。はい、というわけで、はい、右上にコンボランクが表示されたらタイマーストップです。はい、ストップです。ストップですね。はい、GG です。お疲れ様です。はい、ありがとうございました。ちょっと喋ってる間に終わっちゃったんですけども、はい、でじゃあこんな感じで、ラビリビのバニーエクスティンクションオールタウンメンバーズというカテゴリーを終わらせていただきます。じゃあ、まあ、完走したそうですね、完走した感想をお聞きしたいと思う。完走した感想なんですけどまあちょっとまあ、序盤と後半はまあそこそこうまくいってたんですけど、ちょっと中盤があまりにもひどくて、まあ、特に小鳥2戦目とパンドラ戦がちょっと、まあ、やり直しになったりっていうのがあって、そこでちょっと大きくロスしてしまったかなって感じなんですけど、まあ、それでも一応他のタイムがちょっと他のところがうまくいってたんで、一応私のこのカテゴリーのワールドレコード、私で1時間24分の58秒だった気がするんですけど、35秒、24分35秒かな、はい、あ、そんだった、いや結構ギリギリだったはずだから、いや58秒とか57秒だったはずです。そう、ああそうですか、ちょっとすいません。なんで、はい、まあ3分遅れ程度で済んだし、予定タイムは一応45分って結構長めに取ったんですけど、まあ、ルミ戦がうまくいってくれたんで全然良かったかなって思います。まあ、なんて言おうとしたんだろう。まあ、結構長めに EST 取ったんですけど、まあ、ちょっと中盤これやばいかなって思ったんですけど、まあ、思ったより、まあ、なんとかなったんで良かったかなって思います。じゃあ、ランタイムさんからは何かありますか？そうですね。私もこのゲームの走者で、まあ、このカテゴリーは走ってなくて、私が走ってるちょっとそうカテゴリーは 10TM カジュアルという、まあ、去年の夏の RIJ で、BD 田中さんという方が走ってたカテゴリーですね。はい、それをまあ普段走ってたりするのですけど、現状ラビリビの走者がちょっと今絶滅危機状態になってまして、そうですね、本当に。まあ、あと我々とあとまあ一人ちょっと、まあ、そのルート研究とかで結構協力してくれる日本人の方がいるんですけど、まあ、ちょっと本当にその方を含めて、まあちょっと 4,5 人いるかどうかぐらいなので、まあちょっと、まあぜひこのゲーム自体すごく面白いんで、まあ、本当に興味
が湧きましたらぜひセール中なので普通に遊んでいただけだけでもすごく楽しめると思うので、まあ、もしよければ買っていただけたらと思います。そうですね、ちょっと奏者の方もバニーエクステンション状態になっちゃってランナーエクスティンクション状態だったのでちょっと、まあね、みんなちょっと救世主を、ね、募集しておりますので、はい、期待の新人をお待ちしております。はい、というわけで、まあ、ちょうどこれエンディング終わるので、まあ、エンディングが終わるタイミングでちょうど終わろうかなと思います。それではラビリビの、今回の RT はここで終わりにさせていただきたいと思います。次は、ドラゴンクエスト、そうですね、ドラゴンクエスト5のエニーパーセントですね。こちらレース配信となっております。はい、まあ、少し長くはなりますが、まあ、もしよければ楽しんでいってください。 RT in Japan もまだまだ続きますので、ぜひ楽しんでいただけたらと思います。それではちょうどこの辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。